はいどうも皆さんこんにちは、ツナカンでございます。今回はハンガーゲームズの方をやっていきたいと思います。じゃじゃーん。はい、久しぶりのハンガーゲームズですね。 OK 3,2,1 GO。 OK、 スタート成功。あ、最悪。はい、今日これは2回目のハンガーゲームズです。さっきはハッカーにまあね、いつも通り殺されました。こっちのルートに誰も来て、危ない危なないですね。やりましたね。よし、はい、で最近ですね、友達が縛りをしてほしいって言われたので、まあある縛りを考えています。考えてますというか、その友達に提案してもらったんですけど、おお来てる。ちょっと早めにチェスト取らないと。積むパターンですね。来てない。 OK けど来てるかな。石剣か、怖いなまあ来てくれれば来てくれたらいいんですけど、ちょっとね。お、石剣、これは勝ちましたね。さよなら。ん、ラグ。おお、なんか今の戦い方微妙だったけど、まあいいでしょう。ラッキーですね。はい、まあその縛りっていうのはですね、何かというと、このタスクバーあるじゃないですか。タスクバーっていうのかよくわかんないけど、この12349まであるやつ。はい、これの1しか使わないっていう縛りを提案してもらいましたので、今度やる予定です。はい、まあね、結構いい縛りじゃないかなって思いますね。ちなみに提案してくれた方はカツ丼1204って方です。1204、はい、この方ですね。本当にね、あ、敵来てる。強い方です、この人は。はい、500回優勝とか普通に倒しちゃうレベルの人なんで。あ、やばい。クソマジか。で、弓のエイムを最近つけたいですね。くそ。ちょっとあの人を倒さないと気が済まないんで、ちょっと倒しに行きましょう。とか言って、マグマに落とされたらちょっと辛いので、どうしようかな。まあ行きましょう。やめときます、すいませんはい。お、もうこんな人が少ない。やったぜ、今回優勝いけるかもしれないですね。ほ久しぶりのハンガーゲームズだから、あ、ちょっと変身って更新が遅れてしまって、ほんとすいません。まあ理由はですね、はい、1日まあ3時間勉強しなきゃいけないんですよ。まあもう本当に試験というか入試近いので、なのでまあめったにですね、まあ、自分9時以降は MCSG がちょっと回線の問題上できないので、まあその帰ったら大体4時半なんですけど、4時半から5時かそんぐらいなんですけど、そっからね勉強してご飯食べてレクしようとすると、まあ、ね、9時超えちゃうんですよ。まあ、まあ、自分はギターやってるんで、まあ、それをね、まあ、9時半以降はうるさいって、近所迷惑になるかなと思うんで、まあ、それまでにやらなきゃいけないので、まあ、その時間を削って、今は実況をやってます。撮ってます。はい、では、行ってみましょう、ここ。まあね、自分のね、天才的な高スペスタッツなら、FPS200 ぐらい。高スペックの力を見るがいい。なら余裕なんですけど、オッケー、ヘイ、もうそろデスマッチかな。いや、まだあと5人いますね。はい、ここはまあね、ほんと落ちやすいんで、テスペの方はやめておいた方がいいと思います。くそ、足だけうまい具合にないですね。お、
危な、オッケー。そして地下に誰かいますね。ちょっとキリトって方は日本人かな、これは。ちょっと川の足でも何でもいいから欲しいので、ちょっとあっちのお家に行きましょう。はい、でもうね、入試が終わり次第、本当にもうすごいスピードで動画を今1日1本程度、そんぐらい、まあ、2本になるかもしれないんですけど、そのぐらいのペースでねどんどんやっていくんで、はい、ちょっとそれまで本当ごめんなさい、勘弁してください。はい、ではね、行ってきましょう。行ってみましょう。おっと、俺と同じ装備の人がいる。ちょっとね、昔の戦い方の方が自分強い気がするんで、おっと、やばい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 、ここは戦いづらい、ここは戦いづらいです。マジちょっと金リンゴ食われた気がした今、なんか落としたから。やばい、弓弓、おー怖い弓。剣を捨てて、はい、昔の戦い方の方が自分強い気がしてるので、はい、釣竿はあんまり使わないでいこうと思います。ノンセーラーやりたいですね。あー、この人最悪。ちょっとノンセーラー使ってみましょう。いきます。はまなかった、くそ。あ、いける。あ、くそ、いけ、イエーイ、ジーシー。おー、あぶねえ、あと1本でなんとか倒せました。5ポイントの割にはまあうまかったと思いますね。はい、ではデスマッチ頑張りましょう。足が持ってないのでちょっとそこが辛いんですけど、つらたんなんですけど、まあね、僕の羽生結弦火打ち石があれば余裕でしょう。うわっ、で、つるチーム組んどきましょう。オッケー、これで、まあ、この方を裏切ればいいんですよ。キリとチーム組みましょう。はい、これはね、外人にはわからない言語なのでね、ザーマーを見てくださいって感じですね。はい、これで多分ね、勝利は確定できたかなって思います。あ、でもちょっと今チャット多分聞こえてないので、もう一回言っておきましょう。まあ、組むふりをして、え、くっそ、なんで俺を狙う、嘘嘘、最悪だ、くそ。やっぱね、この人チーム組んでくれないようですね。まあ、人生そう甘くないって感じですね。嘘です、嘘です、嘘です、ごめんなさい。はい、オッケー、じゃあこの人とチーム組んでちょっと日本人に対してチーム組むのはどうかと思うんですけど、まあ大丈夫でしょう。まあ、僕は性格が悪いことで有名なので。やばい、ここら辺火打ち石が痛い。あ、やばい、このくそ、お、火打ち石かかった。やばい、漁夫乗りされるのが怖いので引きましょう。そしてちょっとね、もうそろ裏切るべきだったな、くそ。え、嘘、回線5ピンではないか。よし、オッケー、勝てるかも。てか勝てる、金リンゴ食べましょう。え、HP 多いこの人。おお、GG。 はい、GG。
無事優勝することができました。ちなみに羽生結弦火打ち師っていうのはこういうことですはい、こうやってね、まあほんちょっと油断じゃなかった、隙がなかったのでできなかったんですけど、はい、羽生結弦火打ち師です。ぜひ皆さんも使ってみてください。羽生結弦火打ち師、火打ち師ほっ、強いと思います多分はい、ではね、ちょっとキリトって方本当ごめんなさい。まあね、では今回はこれで終わりたいと思います。最後まで見てくれた方はご視聴ありがとうございました。ではね、高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。では最後まで見てくれた方、はい、さよなら、バイバーイ。